次のぶち上げポイントお願いします。次のぶち上げポイントは押される。社内政治、派閥、おつぼね、嫉妬、妬み。うわこれまでのやり方じゃ違うんですよ。でもそれに固執してませんか。なんか守ろうとしませんか。昔の自分のこと嫌われますね。酒、女、借金250万。そういうコミットに入って、あーしまくこいつは絶対俺のこと好きだ。上から順番に蹴り落としないですよね。そう。おー、うまいじゃん。キャリアに悩めるそこのあなた、公式 LINE 登録で市場価値診断が無料で受けれます。 YouTube 非公開の転職対策動画も手にあります。詳しくは概要欄をチェック。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。はい、皆さんこんにちは、トップチームのサスケです。おさです。トーケです。ゆうすけです。ということで今日もやっています、祝辞キャリア。よーい、感じるよ、手前から。目の前から感じますね。確かに、過去最高の筋肉系ですね。筋肉系です。じゃあ早速ですが、自己紹介いきましょう。島さんです。やばい。皆さん、ぶち上げ様です。ちょっとついていけなかった。ついてきてください。ぶち上げ様です。ぶち上げ様。あー、なるほど。これ島田さんのキーワードなんですね。初めて聞いた日本語ですか。大丈夫。皆さん、今疲れてますか。あー、ちょっと疲れてると思う。確かに。ちょっと疲れてますかね。ちょっと疲れてると思うから疲れてる。だって、ね、社会に入ったらみんな第一声、お疲れ様ですって言っちゃいますね。あー、確かに。朝一来てまだ9時ですよ。疲れてないですよ。確かに。なのに、お疲れ様ですって言っちゃうから疲れちゃうんで。あ、だから使ってます。打ち上げ様です。じゃあ、ユースケもこれから使っていきましょう。朝会で。打ち上げ様会です。もう寝る前も使ってください。ウザイル系な感じしますね。何のセミナーが始まるんだろう。ちょっと怖くなってきた。じゃあ、島田くん、はい、ご紹介をお願いします。はい、改めまして、島田と申します。はい。今は、これから東京予定ですけど、自分の会社があって、BeDifferent という会社で、1月東京予定。はい、まあ、ここでは、社会人向けのコミュニティ、あとパーソナルジム、キャリア支援、はいはい、あとはアスリートの、価値を社会にどう還元するか、みたいなアスリート文脈と、あと教育をやっていこうと思ってて、まあ、ここら辺でバーッと展開していこうかなと思ってて、あとはボールビー、ボールビー、ボールビーさん、キャリア事業責任者として、今、4月から新しい事業を立ち上げるという感じでございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今はその秋代くんとか凪沙さんと一緒に仕事したりするわけですね。そういうことです。いや、視聴者見てる人多いですよね、秋代さんとか。多分うちと視聴者やっぱ被ってる、うん、やっぱ YouTube で裏側でどのチャンネル見てるってこう分かるんですけど、うん、まあ、結構多分視聴者被ってたりすると思うんで、多分、うん、あ、島田さんだっていう感じに。なんなら僕らショートがっつり勉強させてもらってますからね。まあね、勉強パクったというか勉強させていただいてるんだよ。めっちゃある。すみません、すみませんでした。一緒にやっていきましょう。キャリア的には、大学はどこでキャリアどんな変遷というと。大学は青学を出ました。あ、そうなんですね。で、青学出て、一社目、人材系の広告ベンチャー入り、うん、まあ、3年半ぐらいやり、まあ、そこでは、まあ、営業と営業リーダー。うん、で、そこからリクルートに転職ですね。そこでリクルートキャリア、うん、人材領域、うん、人材広告、リクナビネクスト、うん、の営業。で、後半はカスタマーサクセスの立ち上げ。うん、関わってて、で、それをやって今、なるほど、普通という感じです。じゃあ結構その人材の領域とか、結構ずっと人材な感じで、はい、社会人としても何年目になられるんですか。今、今年8年目、あ、うん、大学1個休学して、タイに行ってて、うん、まあ、これがあって、本当は9年目のだりかな。うん、そうだね。うん、そうですね。これでいいのかどうか分かんないんですけど、あ、はいはいはい、サスケさんと島田さんってなんかこう古いお付き合いやられるんですよね。いや、それはもう高校時代からぶち上げ様で。あ、なるほど。サスケさんがぶち上げ様です。ぶち上げ様で。高校大学までいいキャラだから。一緒にしてやる。国立ちでね。国立ちで、ね、そう、はい、川高校、高校の同級生か、うん、はい、いや、当時は僕サッカー部、島田がハンドボール、まあ、おー、当時は体のサイズ今の半分ぐらいだったんです。あ、そうだ。でもそれでもでかい方だった。そうだね、身長は高くて、まあ、ガタ良かったかな、うん、で遠くからサッカー部はキラキラしてる。あ、分かります。僕野球部やったんで。まあ、こうやってこうやって話してます。そのキラキラした分の中の陰キャって感じです。まあ、そこからね、しばらく会ってなかったんだけど、課題こう業界盛り上げていきましょうということで今日来てもらったみたいな。素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ
ぶち上がりましょう。じゃあ早速ですけど、一ぶち上げ目いきますか。はい、人材広告系ベンチャー、はい、ギネス記録最年少リーダー。おー、強い。ギネスやばくない？これまでその会社合併していろいろ変わってて、うん、入ったタイミングがちょうど3年ぐらいか、うん、経ってる若い会社で、その中でセンターがいろいろ作ってたような月間契約者数記録、うん、おー、これ大体平均5社ぐらいなんですけど、うん、15社3倍。確かに新規で開拓したって新規で開拓ですね、うん、じゃあこれはもう求人持ってる会社を開拓するっていう意味の営業、営業で月15社、あ、でも月15社すごいね。要は媒体載せたいですよっていう会社の15社連れてきたってことよね、うん、はい、あ、これは何人でっていう人、お一人でって話ですか？あ、自分でって話です。あ、一人で15社ほぼ毎日じゃないですか？いや、えぐいですね。僕、3回間違いなく、あの、トップ週で法人営業してたんですけど、どうする？3ヶ月ぐらいやって僕1社も出演取れなくて法人営業とるな、法人営業はむずいな、なんか変わった主役15社、やばいっすね。多分今リクルートのその新規部隊の KPI が5社から7社とか、で当時自分1年目でしたけど、うん、15社、すごいっすね。開けまくってる、めちゃめちゃ冷静に喋ってる裏側、まあ、まず前提、これはしくじりではないです、うん、成功体験だと思ってます、うん、どうやってそんな成功をつかまれたのか教えてもらいたいんですけど、まず人と同じことやってちゃダメだなと。あー、 Be different。 Be different。 もう異なれ互えって意味なんですよ。Be different。 で入った時に思ったのが、みんなもうひたすら与えられたリストを上から下までテレアポしてるわけですよ、うんうんうん、それでうまくいくわけないよねって、うんうん、入って2日ぐらいで分かったんですよ。早いな。本当にアポ取れたらラッキーじゃないですか、うんうん、これでずっとやるのこの仕事みたいな、自分の社会人人生こうやって始まるのかって超焦った。いろんな先輩のうまくいってる事情をかき集めまくって、うんうんうん、自分なりのマニュアルを作ったっていう感じですね、一旦、うんうん、でそれがどういうマニュアルかっていうと、そもそも1から100ある中で上から下まで順番通り書けない、うんうんうん、企業をもう残業してでもいいから調べまくって、いわゆるセグメント見えてくるじゃないですか、うんうんうん、で A パターン B パターン C パターン D パターン、そのパターンごとにトーク買いまくる、でトークを作る、でみんなそれやってない、でも絶対やった方がいいって、最初入ったばっかですよ、うん、普通に考えたら分かるじゃないですかいやそれが分かんないんだよな。いやそうっすよね多分カットした方がいいかもしれない危険が上がりました無茶げすぎた無茶げすぎまし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 た。いや違うだろうなって思って、そういうことをやり始めて、まあやっぱ当たるわけですよ、うん、あ、こういうゲームの時こう喋った方がいいよね、うんうん、そしたらポンポンアポが取れて、商談も A パターンの企業はこうだよね、 B パターンの企業はこうだよね、うん、こう作り切ってそれでいくって、このゲームを攻略してたって感じ。それがバチってハマった時に何か言っちゃった。なんか昔からそういうなんていうんですかね、納金でいかないというか、価格検証を立てるみたいなのが得意だった。そうそうそう、自分、まあ、コーチングやってる分、自分自身も才能が何なのかみたいな、あの欲求、ウォントが何なのかみたいな、こういうものをすごい自分で理解できてるんですけど、ってなった時に攻略するとか、っていうのが自分の無意識の行動、息をするようにやっちゃう。A パターン、B パターン、C パターン、これどんな特徴量で区分けされてた？当時はこれ専門特化型の媒体で工場系に特化して、うん、で工場系の中でも規模が大きいとか、うん、配送系の求人ばっかりがあるとか、うん、鉄の配送とか、はいはい、あとは工場の現場に入る溶接とか板金とか、うん、工場の中でもジャンルが全然違くて、このジャンルごとに、はい、採用の難しい簡単があったりする、はい、そこに対してのセグメントっていう感じですね、うん、まあ、全然楽しくなかったですけどここからそれだけなんかビジネスの本質に気づくというか、確かに時間かかるんだけどね、そこ確かに、うん、そうですね、僕も保険、最初保険入ったんですけど、まあ上から言われた通りにかけてましたね、うんうんダメパターンを紹介するなんか役割だ、ユースキーを指揮する経営がないからそれで絶対うまくいかないってなんか分かっちゃったというか、うんうん、先輩がそれやっててなんか楽しそうじゃない、苦しそう、あ、うん、そうですね、いつもお世話になってますって、まあ、お世話になってないし上の人の電話でお世話になってますおかしくないってもうずっと思ってました。挨拶へのこだわりが、そうですね、もう一個踏み込んでもいいですか、うん、
その特徴量をその例えば職種ベースで捉えられたって話だったと思うんですけど、その自分がどういうメッシュ感で区切るべきかみたいなところは何件か電話して気づいたものなのか、先輩から教えてもらったのかっていう、あ、どっちもです、どっちもなんですけど、じゃあ聞きたい解像度で返ってくるかって言ったらそうじゃないんで、うん、ひたすらまず1周2周した時に見えてきたものを持って、うん、セグメントを切っていくみたいな、トークスクリプトが用意されていてそれ通りに書けることからスタートではなくて、もうこれからはいやっちゃってっていうふうなものだったってことですよね、うん、最初は一応ありましたね、マニュアル、ああ一応ある、うん、ちょっと違うな、ちょっと違うすごいな、なんかすごい常識を疑えるのがすごいですね、全体的に、うん、いわゆるなんかトップセールスマンみたいな方なのかなとか思っていて、やっぱその他の方と3倍差ついたっていうのは一番その家電のアポストのところが多かったんですか、それともその後の工程でもやっぱ差がつくのかな、入り口の量っていうのがありますね、あ、うん、量はもちろんたくさんやりました、量が上がってのセグメントごとに切ったトークとの中身が伴って率も上がっていってと、うん、当時持ってたのは、まあ、質×量だとして、うん、質だけ上げてもしょうがないんで、うん、どっちも上げたら最強じゃんっていうまずみんな圧倒的に量だと、うん、まあ、言ってるけどそれはそうなんだけど疑ってますね常識を、効果的じゃない施策の量って意味ないよね、うん、これはずっと思ってます、はい、そう、それは2日目で気づくってます、ね、すごいですね、これは視点の持ち方がすごい、そういうあの状態を作り続け、そういう発信を作り続けたら、まあ後から出てくるしくじりにつながるんですけど、あ、そうですね、言わんと成功したら、確かに、言わんと成功したら雰囲気出してくるでもちゃんと展開していただいて俺らの仕事だけどじゃあ次のぶち上げポイントお願いします、はい、次のぶち上げポイントは干される、シンプル、社内政治、派閥、おつぼね、嫉妬、妬み、うわーすごい、ワーニング、これもうぶち上がってますね、マジでぶち上がる、ぶち下がってね、ぶち干されて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 、ぶち下がりました、成果を出してたはずなのに、うん、そうです、え、これギネスの会社での話なんですか、あ、そうです、同じ会社で、まだ同じ会社です、同じ会社で、そうです、入社何年ですか、これ入社3年目ですね、うん、この時期3年目入ってます、2年目までは結果出してて、そうですね、そこからそれが来たと、うん、そこからこれが来ました、何言われました、まあ、当時最年少リーダーもこれありがたいことやらせてもらってて、うん、で大阪東京合計で10人ぐらい見てましたね、うん、まあ、ぶっちゃけ一番成果出てたんですよ、うん、もうねみんなが頑張ってくれた、うんうん、みんながぶち上がってて、うんうん、っていう中で取ってた戦略が本当にこれまで先輩たちが作ってたようなやり方、うん、戦略、あと事業部長が掲げているような戦略ではないような入り方でやってて、でこれから会社が上場していこうみたいな形でそこを買う中で、そのやり方でそれで絶対無理でしょうと、目指すべき売上があってっていう中でもっと違うやり方やった方がいいっていうことを事業部長にメールバチバチって送ってたから、変わってますね、あえていろんな人の目に触れるような感じで社内で俺らはこうやってやろう、うん、みんな聞こえてる、変わってますね絶対にこう流れを変えなきゃいけない、うんうんうん、もう先頭立ってボコボコにされてでもいいから、うん、その流れ作ろうと、かっこいいな、うん、という感じで社内立ち回ってたら内政治派閥おつぼね嫉妬ねたみ、具体的にはなんかこういう事件があったとかってあるんですか、とりあえずずっと嫌われてましたシンプルにずっと嫌われてました、これまあ若気の至りっていうのもありますね、うんうん、まあよく成果ガーッと出して調子乗って、うん、伸びた話しおられるみたいな、うん、まあ、本当にこういうパターンで、その上の僕のマネージャーすらも本当は一番可愛がってもらってたんですけど、うん、島田君このままじゃまずいからという感じですごい心配されてて、うん、でもそんな恩も絶対に僕は負けませんみたいな、突っ張れて突っ張れて結果マネージャーからも見放されるという、うん、で最終的に事業部長からもう島田くんがこの会社にいる場所はない、やばい、普通に社内でそういうこと言われないですよね、日系ね、日系のこのちゃんと雇用を守ろうみたいな文脈の中にこれから上場もしようと考えてるその会社が、うん、そういうこと普通にポンと言っちゃう、うん、言わせちゃうなるほど、ぐらいプライドを傷つけてました、うん、あ、上の人が言ったら問題児みたいな感じになって扱いに困ってるみたいな状態だった、数字はこう残してたわけじゃん、そうそうそう、上からすると数字的には痛いけどそれでももう島田を外さなきゃいけないっていうぐらいぶつかっちゃったんだ、ハレーションを起こしてました、ああ、部下の方からは指示は、うん、
ありましたね。あそこはそこありましたね。チーム島田が、うん、島田さん頑張ってください。ああ今でも繋がってます。うん、すごい。でそれも一心に背負って組織を変えようとしてた中で、まあアプローチの仕方が悪かったですね。もう丸々さんはこれまでこうやってたと思いますよと、うん、でそれでこのレベルを作ってたと思います。でも僕ギネス出しちゃったじゃないですか、うん、もうやり方違うんですよだからやろうとしてる世界に向かうためにはもうこれまでのやり方じゃ違うんですよ、うん、でもそれに固執してませんか、あなんか守ろうとしませんか昔の自分を、うん、嫌われますね出てきた嫌われますね今思えば今思えば、うん、確かに今そんなスタンスを取ってないですもちろんそれじゃ全くしないからそっちの方面で無茶ぶりは避けたいですね、うん、さんのこのトーンでのコミュニケーションだったらあんまりなんか僕は違和感を感じないですけど、うん、当時は違った。ただただ勢いじゃないです、うんうん、ロジックはちゃんと来るんです、うんうんうん、まあ違うとしたら圧っすね目つきたな圧があったんだ圧今だったらなんかこういう風にやったらうまくいったようなことはあります。上司のプライドに触らないとか、うん、みんながいる場で何か全体のこの方向性が間違っているとか、うん、っていう話をしないとか、うんうんまあ、人対人なんで空間をどう作るか、うん、でそこにいる人たちの思惑と築いてきたキャリアとかを全部ひっくるめた上での会話は絶対に意識する、うんうん、この動画に出てくださる方大体こう新人の時にしくじって鼻折られてそこからこう上がってる人がいるしもない逆で初速ブワーいってめちゃめちゃ活躍して語りすぎて折れるっていう、うん、初めてのパターン。確かにもうすごかったですね。このおつぼねさん聞いてないです。まあ営業なんで営業事務として渡すものっていっぱいあるじゃないですか、うん、営業事務さんに、はい、ほとんど断られてほしい。断られてないですね。ほとんど断られてそんなことありますね。客観的に見たら仕事放棄してるんですけど、うん、放棄したいぐらいな存在と、はい、感情が上いっちゃって、ね、感情が上いっちゃって最終的にそれどうなったんですか。その展開を迎えて、まあ、ギネスかって言ってみんなからこう押されて、まあ、部長されてでその後ギネスなんですけど、うん、転職するんです。あバンドエンドだったバンドエンドもう言われましたから授業募集に前の席ねえから前の席ねえから。ああ怖っでしたバチバチのバッドエンジョンですね。まあちょっとこの裏話もあって、うんうん、一番信頼してる部下が自分がやろうとしてたことそれこそ新規と既存の分業とか、うん、テレアポはテレアポでのそこだけ吐き出すインサイドセールスとか、うんうん、から拡大する上でそれぞれが責任を持ってそこをその質を高めた結果生み出される価値の最大化の方が絶対にいいと、うんうん、いう話をずっとしてって僕が辞めた後の半年後そうなった。あでそれはその部下がうまく立ち回ってやってくる。ああ深い。そうですね。でこれもポイントは完全に立ち回り。ロジックあってだってことですもんね。そうですよね。もうそれ聞いて猛反省しました、ね。ああ逆に。そしてその部下がもう素晴らしいと。島田がその背中見せたからっていうのもあると思うんだよね。それを見てるからさ、こうそれはダメだとアプローチ変えなきゃっていう。まさに。だから僕がいてよかったと。ちゃんと上がりました。ちょっと上がった。ちょっと上がった。結局ぶち上がった。よかった。まあそういうお決め上げをし、やめましたと。うん、いいですね。すごくなんか、いいしくじり話だった。いいですね。学びの深いしくじり話だった。学びましたよ。うん。じゃあ3つ目のぶち上げポイントお願いします。はい。転職しました。食べた。リクルートに転職し、入社してすぐ新人賞。さすが。またまた初速立ち上がりますね、はい、初速の男です。当時は株式会社リクルートキャリアでした、うん、でそこで、中途の広告、人材広告リクナビネクストですね、うん、そこの、首都圏の営業に配属されてまず営業からというスタートでした。でまさにテレアポして、商談行って契約を取ってくると、うん、一応転職のチャンネルなんでどんな選択肢があってリクルート選んだのかも聞いていいですか。転職した軸としては、うんまあ、当時さっきのしくじりの話で、うん、ちゃんと組織を作るってどういうことなのか、うん、戦略がちゃんと通ってる組織ってどういう組織なんだっていうのをすごいちゃんと見たくて、もともと内定もらってたコンサルかリクルートをどっちか迷ってて、うん、将来自分自身も30ぐらいには自分の事業を持ちたいみたいな思いがあって、金額のアセットだったり含めてリクルート行った方がいいのか、事業会社でちゃんと事業として
作っていくだったり、その中で授業がどう強く回っているのかをちゃんと見ようと、うん、いうのでリクルートで選んでたんですね、うんうん、リクルートとかアイドルとか自分にやりたいことがある人も結構好きっていう、うん、まさに、うん、まさにリクルートっぽいなんか志望動機っていうのが多いなって思って、うん、リクルートを受かるためにそう作ってたっていうそれも全然ある、ね、そういうものが全部自分自身の本当の自分を作ってない塗り固めた自分になってって、この頭の話なんですそうなんだ、ちょっとじゃあ今のは建前というか、まさに見せてる部分もあったという話だったんですね、うん、結構聞く話でもありますけどね、リクルートみたいな会社の入る方の志望動機としては、うん、それが本当に本音 100% で言ってるのか、うんうん、いつか自分もそうなったらいいという憧れの状態で、でこういう話をしてたら自分もあの人たちと同じになれるんじゃないかっていう感じで持って、それを持ってして本音の自分じゃないのに中身は空っぽで外側だけ作ってる、この状態で入ってくる人もたくさんいます。よくあると思いますね。これめちゃくちゃある転職でも、いわゆる本当建前っていう話で、面接ではやっぱ建前を作るじゃないですか。作りますね。建前を作って話してるうちに、それがあったかも自分が本当の思いから錯覚してくるんですよ、うん、でそれどういう状況かっていうと、コーチング的に言うと自己捏造って言ったりする。へえ、そういうことなんだ。自己分析頑張ってるのに本当の自分にたどり着かず、うん、偽りの自分を塗り固めて、それが自分と思ってしまうという自己捏造、これで転職した時にアンマッチですね。あ、じゃあまさにそこに該当するような、まさに、まさにそうでした。そこの暗黒期の話はまた後として、一旦はちょっと一旦そうですね、ぶち上がった方がいい話かな。そうしましょう新人賞の話を、はい、これはさっきすごくロジックのある営業活動で数字出したって話だったと思うんだけど、これはどういうふうに成果出した。これもまさに同じです。うん、同じです。再現性は、与えられたリストをバーッと一旦舐めると、うんうん、100社200社あってバー一瞬にしようってなると見えてくるんで、うん、ここ取れそう取れなさそう、うん、で取れそうなところどういうところか、あとは先輩の話聞く、これもじゃ、うん、でその組み合わせでもう3周目もこのパターンで絶対来ると、うん、でその1周目2周目高速で回さないとその3周目までやってこないんで、うん、もう2週間ぐらいで一気に量やるみたいな感じでしたね、うん、でそこからパターン見えてきたなと思ったら、もうそれをぶつけに行くっていう感じで、うん、ゲーム攻略っていう感じ、うん、3ヶ月で早い、早い、変繰りが早いじゃあ結構ベンチャーの時と思考法っていうか、スタイルは同じで通用したっていう感じだった。あ、そうですね。人材広告という商材自体変わらないんで、うん、まあもちろんその中身自体はね、うん、違いますけど、ビジネスモデル的にも一緒ですし、まあ、そういうのもあって、またこれ同じことずっとやるのか新人賞を取っちゃった後、本当にずっとそんな感じでした。あ、業種としてはその前職の時は工場系の人材流って話だったんですけど、リクルートではどういう会社。これはもう、業界問わず、あ、中途の人が欲しいと言ってる全ての企業。ちょっと営業の経験が浅いのであんまり勘どころが分かんないんですけど、まあ、いわゆるベンチャーとか大企業っていう、まあ、違うジャンルとか、まあ、業種が違うところがあると思うんですけど、やっぱ営業で1個成果出せる人って結構横転してもうまくいくような、ああと思いますね。ああ、そうなんだ。と思います。大手に先にいて営業うまくいきました、うんうん、っていう人がベンチャーに来た時に、再現性持っててない状態に入ると、例えばそれは大手の商材だったから売れてたよねと、うん、みたいな方も全然やったり、うん、でも逆にベンチャーゴリゴリやってて、で名前とか関係なく営業力でそのまま突破してるという中で、ちゃんと振り返りロジックを持って再現性を持って別のところに行けば、多分ある程度入る時かなと、うん、なんかそれだけスピードを速く結果出そうと思うと、ある程度こう大変だったり業務量とかあったりすると思うんですけど、なんでそんなこうモチベーション高くできるんですか。とにかく成果、あ、結果がないと存在してない。あ、馬が虹をぶら下げられてて、うん、こればっか目がけて走ってるけど永遠に追いつかないけども、その競馬場を何周も何周も永遠に回ってる。あ、もうこれを追い求めないと自分じゃない。なんかもうある種脅迫観念というか、そういうの成長中毒とか成果中毒、営業マンによく落ちるやつです、ね、これは本当に自分がやりたいということがなくて、うん、でも同期はもっともっと進んでるし、足止めたら自分止まっちゃうかもしれない、焦る、周りをめちゃくちゃ見てるし、でも自分は今営業やってて、でも営業をずっと やりたいかわからない、じゃあ営業じゃなくて他何やりたいんだろう、でもそれもわからない、だから営業やり続けるしかないってなったら、もう価値出すしかない、成果出すしかない、永遠にこのループにはまるんです。なるほど。そこにゴールはないですかね。ゴールはないです。達成しても次の達成しても次、達成しても次、そもそも
キャリア全体において自分は何していきたいのとかない限り、永遠にこの人参に向かって走るという終わりのない競馬を繰り返し続けるあ。そういうマインドになるともうプライベートとかも捨て始めるというか、うん、もう全部仕事に振り込みたいになっていく、うん、全部仕事当時そうだな、カプセルホテルとか全然泊まってたし、でそのまま朝一、誰よりも早く行くとかコンサルの時それだったもん働き続けて1年目がもうずっとタクシーみたいな感じで、うん、一回緩いとこ入ったんだよ、はい、その時になんかめちゃめちゃ不安になっちゃって、うん、あんだけ頑張ってるやつがいることを自分は知ってるから1年前に、うん、今こうやってなんかだらけでゆるゆる働いてる時、僕は頑張ってると思うと俺やばいんじゃないかなって思って、ね、その時は完全に他人軸で、あ、そうそう、うん、自分がどうかじゃなくてその周りにおいての自分がどうなの、自分を持っててるようで持っててない状態で目の前に向き合うとしても全く答え出ないし、全く充足感は出ないし、反対の言葉使うと虚無感、当時新人賞取ったあたりはどうなんですか、気持ち的には。あ、取ってもまさに全然嬉しくない、全然嬉しくない、またこれやり続けるのか、全く楽しくなかったです、全然嬉しくなかった、下がってますねだから実績思ったとてみたいな、うん、全く嬉しくなかった。そんなかったですね。これチャートはどうだったんでしたっけ？まあ一応新人賞形は上がってるけど、ただ気持ちは下がってるっていう。うんうん、ああ。取って3ヶ月で新人賞。次なんかどういう目標が、また賞を取るみたいな目標なんですか？もう次、もうこう立たせの MVP、交代 MVP、半径 MVP だとかっていうずっと頭にいたんですけど、本当にそうなの。俺何がしたいの？もうこの時25、6ですね、うんうんうん、社会人一周回ってある程度やった中で次何したいかっていう話がする、うん、とりあえず前職は逃げるように転職し忘れちゃったから、ね、で逃げるように行ったところも入った理由は本音の自分というよりも先に進む転職じゃなくて、うん、現状がこうだからそれを変えたいと、一旦マイナスになったものをプラマイゼロに戻す、うん、あそっか、だからリクルートで結果残してもその居場所があるっていう、そう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 、まさに。あでそっからどうしようなんですけど出てこないです、うん、リクルートは何年いらっしゃったんでしたっけ？3年半、4年です。あ結構じゃあこの後でも3年以上もいらっしゃってる、ね、はい、1社目3年半、うんうん、リクルート3年半、うん、で7年で今8年目って感じ、うん、なるほど。じゃあ4つ目のぶち上げポイントお願いします。はい、これはぶち上がってると思います、はい、お酒女借金250万、はい、おもろいパート来た今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますのでお早めに、皆様の挑戦お待ちしております。どうぞ並んでますね、これはぶち上がってる250すごいな、もういろんな意味でぶち上がってると思う深掘っていいやつだろ、これ今日は OK もらってます大丈夫、これもさっきの話から続いて、やっぱりもう自分がこれからどうしたいか、こう人参にこう向かっていくこの動きをどっか止めなきゃいけない、でもじゃあ次違うこうね選択肢をどう取ろうか全く分からん、じゃあ目の前営業やってますけど、でも営業をやりたいわけでもない、どうしたらいいか分からん、当時の新商風景はこのまま自分潰れていくんじゃないか、またね戦略立てて営業だ、これやったら確かに行くかもしれんけど、これずっとやっても楽しくないし、本当にこれを続けるキャリアなのか俺っていう中でもう危機感がすごかったです。でも新しいことは見つからない、っていう中で本当は自分に向き合えばいいのに向き合わず、分かりやすいお酒と手を出し始めたら、当時の自分は成果を出して承認される、自分の居場所を作る、それを酒と女でやってた。承認されてると、承認されてる思いたかったし、思いたかったし、営業はもうやりたくない、営業は嫌だっていうよりもこれをやり続けても自分が満たされるものはない、営業が嫌いとかじゃないし今も全然営業はやるし、けどこれをやり続けた先に何もなさそうっていう虚無感がすごくて、そのぽっかり開いた穴を埋めるために、ちょっとこれ聞いちゃいたいですけど、これはもう何ですかね、こう仕事終わったらもう酒ガー飲んで、入れ替わり立ち替え違う女の人と遊んで、アプリを使いまくってた視線がそこだったんですよね、こういう感じだから、まあちょっとね、確かにメタ認知して客観的に自分を確かにポジショニングをちゃんと取って、こういうこと考えるの大好きなんで、
そうですね、つまり戦略性とか、うん、事業の戦略を描くとか、サービス設計するとか、うん、自分たちのサービスがどのポジションにおいて、こう価値発揮できるかみたいな、うん、こういうことを考えたらすごい好きなんですけど、うん、このマッチングアプリ上もそう。あ、上手なんだ。自分のマーケティングを。自分の、そう、立ち位置を作る。コンサルティングしてもらった方がいいんじゃない。いや、お願いしたい。ぜひ。でも、ユースケ、メタ認知できてないんですよ。アプリ上で。そっちがいい。いろいろしくじってるから、ちょっと後でごっそりおっしゃる。そっからやりましょう。こういう人が好きな女性って、絶対言っていますもんね。そう。なので、当時は、自分は、まあ単発だったんですけど、当時は、うん、単発だけどなんかクールな感じがあって、うん、でもそれなりに体が痛いので、うん、なんかこう頼れる、うん、イケてる男、うんうん、学生時代アバクロとかホリスターもうアバクロにいるもんなああいう男性が好きな女性ってやっぱたくさんいる、うん、コミュニティとかに入ってってるじゃないですか皆さん、うん、マッチングアプリ上のなんかみんなで伝わる筋肉好きとか海外系好きとかあそういうコミュニティに入ってイーしまくるこいつは絶対俺のこと好きだからなるほどなるほど上から順番にテレアポしないですよねそうですねおー、うまいじゃん。うちも活躍者今。ちょっと学んでるよ。どこに行かそうとしてるそう、自分がハマるセグメントを切って、うん、本当に楽しかったですね。ありがたいことに、曜日ごとの女性がいらっしゃって。マジそう、マジすごいよね。っていうのもあって、それはね、お金出るんですよ。あうん、リクルートの稼ぎがあってもなお。稼ぎがあってもなお、超えていく。借金の酒女って、そこが250万。曜日ごとにいらっしゃったんですけど、タイミング合わない時もあるじゃないですか。ああうん、でそういう時は別のマッチしそうな女の子と行くと、まあ先んじて予約しておくわけですよ。あの聖なる空間を。行けない時もあるわけです。うちの都合とか、うん、クソってなるじゃないですか。うん、そしたらどうするか。デリヘル呼びます。こっちもすごいですね。なるほどなるほど。たまってね。意地でも毎日。いじめも一発一発ぶち上げようと思っていろんなところでぶち上がってるんだってもうやばいですよねそういうのもあってでそれ普通にここで遊べるお金かかるじゃないですか、うん、で一時期もう本当になんかむしゃくしゃしていて、うん、朝まで2時間に1回、まあ、3、4人来ましたねデリヘルすごいですね毎期は10何万使いましたこれどれぐらいの期間で250万3、4ヶ月わあ相当あ1日最高人数は5人妻も見るかもしれない結婚しなきゃなのかに本当は向き合うべきなのに、うん、向き合わずにこういうところに逃げまくってた、うん、自分にとってこれをやってる時が楽しいんだというそのコアみたいなもの、うん、それを持ってしたら絶対にキャリア変わるんでそこに向き合わずただただこうぽっかり開いた穴を埋めようと、うん、埋めようとこれまでは成果で埋めてたけど成果をやり続けたところでその先何があるのか、うん、でもそのマインドは変わってなくて埋めるということは変わってなくて、うん、その埋める先がここ、うん、なんかお披露目みたいな感じでした自分でお披露目ちなみにこの時リクルートでの営業成績っていうか本業の方はどうだったんですか本業やばかったですよやっぱりうんこでした新人賞から社内ではこう転落していっても見えるそうそうそうで新人賞取った後あの先輩もなかなか受注しないよね一番上のランクの枠の長期契約かける2本同時契約みたいなこれもバーンってあったんですけど、うん、なんか違うんですよプツンと切れちゃって、うん、でもズルズルズル、うん、なるほどこれ何年目の話でプリクルートのプリクルートに入った1年目ですあじゃあ新人賞取って本当にその後って感じなんで、ねうん、4ヶ月で役に抜け合わせたんですね落ちるとこまで落ちましたね僕は本当に人生トータルで見ても一番そこ、うん、本当に下で、うん、じゃあ5つ目のぶち上げポイントお願いしますはいフィットネスに振り切りますおおここに来てパーソナルトレーナー月100万副業ですおそしてその後パーソナルジム開業ですおこれは上がってるんですよねこれは上がってますねああこれは上がってますよさっきの暗黒期だしのきっかけというかその時にやったのがもう徹底的に自分に向き合うと、うん、何が自分が好きなんだろうかとか、うん、これまで人生生きてきた中で外せないものって何だったんだっけとかこれに向き合いまくった時に出てきたのが筋トレですめっちゃいい顔でめっちゃいい顔でいきました教育の顔でいきましためちゃくちゃラストですね我慢してたんですねさっきのこの話ずっと我慢してた
な筋トレやりましょう。いやそうっすね、暗黒期ですらずっと筋トレをやってた、うん、あってことはもう絶対に筋トレ人生に外せなくない自分と、うん、だから一旦ちょっとちゃんと振り切ってみようと、うんうん、そこからこの暗黒期立ち上がるこのフェーズで思いっきりもう生活習慣に筋トレを組み込んで、うん、目標を決めてこういう体になるぜとやった中で全てのメンタルが回復していった感じですね。なんかそれはこうきっかけというか変わったきっかけっていうのはもう自分でやばいなって思ったのか、それとも周囲の人が何か言ってくれたとか、それなんかあったんですか、きっかけは。あ、もう酒飲んだんで借金250万という事実いた認知力あるんですよねこれを、まあ、当時はだからなんだろうな、もう戦略性もあるんでマッチングアプリもめちゃくちゃ楽しかったですよ、ハマってガーってそういう時って見れてないですよね自分、うん、でもいざもう落ちに落ちまくって這いつくばってるこの時の自分はもうそうじゃなくて、そうなった時にやっぱ見えてきた、うん、そこからもう結構酒とかは一旦ストップというかストップですね、立ちました、決断しました。でもなかなか、まあ僕も今26とかなんですけど、ちょうどその周りでキャリアどうするか悩んで、自分は変えたくてで行動とか始めるんだけどすぐやめて副業やってみようとか、1ヶ月やめちゃうとかいう話を聞くんですよ。そういう意味ではそのもう切り替えるって決めてから継続してその100万でガッといけたんですよ。そうですね、筋トレをちょっとやり直し本格的に、自分が教えられるぐらいのレベルまでガッと行くが3ヶ月ぐらいで、その後3ヶ月ぐらいでこの状態を作ったという感じですね。そこはなんか継続できた理由といいますか、好きだから好きだから。仮にこの自分が自分でやってる筋トレを誰かになんかこう価値提供できるような状態に、つまり仕事にしたらどうなんだろうと、うん、でやったことないから一旦やってみようと、うん、やったら楽しかった、あでも目標決めて絶対にやった方がいいと、3ヶ月後に100万だという中で自分のインスタ伸ばしたり、うん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 、っていう感じです。じゃあ収入の面でも結構戦略的に、あそこは、うん、マーケティングとかですね。あそこ考えるのはやっぱ好きだったんだけど、目標はそのどういうふうに見てたんですか、当時は。始めようってなって、もう明日から始めようってなるじゃないですか。どういうふうな目標の立て方をしてたんですか。まず自分が必ずこう説得力のある体になろうと、うんうんうん、で教えられるぐらいのレベルになろう、でそこから仕事として機能するんで仕事を始めるってなったら分かりやすい売り上げ、うんうん、副業としての売り上げ、こんなステップ踏みました、うんうんうん、半年以内に100万とか、ああそういう感じのどう定められたのかなと。結構そのままだな、自分で挑戦するってなったら目標の立て方も大事ですから、高すぎてもダメ、低すぎてもダメ、はい、そういったところですね。一番最初はそれこそ半年後には100万だ、うんうんうん、最初の3ヶ月なんかこう下積み仕様みたいな感じ でその中でも調査しまくってて、どういうトレーナーが活躍してるのかとか、うんうん、でいざ提供するってなって3ヶ月バーって感じで、走り切って達成できたってことですね。でも早いけどね、毎度そうですよね、全部3ヶ月でいくというか、見てくださってる、うん、例えば副業考えてる方とかにアドバイスがあるとすると、好きなことを副業にしようとか、そういう感じだったんですかね。ああ、なんでもいいと思いますよ、うん、うんと好きじゃなくてもなんかエネルギーが湧くものとか、うん、さっき言った僕は別にこれが筋トレじゃなくて何かしらのもので0から1を作っていく、そのフェーズとか、いつまでにこの状態を作りたいから、その状態を作るためにはどんな戦略を描くかとか、うん、こういうことに関わってるのがエネルギーはこうなんですよ。筋トレはなんかまさに好きっていう、うん、でこういうのを見出すのは難しいんですけどね、うん、だからコーチングがあったり、学校が学校あとはどうしてもこういう自分でありたいんだという憧れ的な自分があって、うん、でその自分っていうのは本音で決めてない場合があったり、うん、みんながこうだからこうが、俺もこれがいいかもしれない、多いね、うん、っていう中でそこに好きなものとか、さっき言ったエネルギーが出て自然と動くものが入ってるのかっていうと、そうじゃなかったりする、うん、でそうじゃないものに突っ込んだ時にバグっていくんで、うんうん、あれ合ってない、じゃあ仮に、外資系の保険に転職し、保険は稼げるぞと、これの人方あげるんだ、でも全くそのエネルギーが湧くような動き方が保険の営業の人と合ってないってなれば、それ稼げできないんですよ、うん、自分チャレンジしようとしたのに営業ってできないんじゃないか、営業に才能がない人なんていっぱいいるんだよ、うん、じゃあやんなきゃいいんですよ、なるほどっていう感じですけど、
何の話でしたっけ。まあ、ある意味多分視聴者の方って自分も副業を始めてみたいなと思ってる方がたくさんいらっしゃると思ってるので、その島田さんの場合は好きを生かして始めたと思うんですけど、でもその次のフェーズに必ずこうビジネスとしての戦略性とかマーケットの読みとかいろいろあったと思われますけど、当時何を考えてこのパーソナルトレーナーマーケットにビジネス市場として見出して参入されたのかっていう話と、はい、現状今の時点で考えてるここのこう世界の違い教えていただきたいです。あ、当時はもう本当に自分が好きって思ってることで稼げたらめちゃくちゃ良さそうと思って突っ込んだのが最初です。なのでフィットネスのマーケットがどうこうとかあんま考えてないんですけど、まあ、それで副業やってみて一旦月副業月収100万これ手にしてみよう、みたいな感じなのが最初でした。インスタで集客されたの？インスタで、まあ、そこを一本足で一本足でインスタで集客した人のこのクライアントから紹介っていうか、紹介のためのなんか割引とか、まあ、そういうのはすごく感じました。スタジオを借りるんですか？そうですね、レンタルジム。まあ、立ち上げのなんか経緯みたいなものの話で、というと本業大変じゃないですか、ね、はい、そこの両立とかはどうだったんですか？もう時間使いまくってました。あ、シングルにそこは、もう、まあ、これまではお酒と何に時間使ってた。それをそのままサービスを設計する、戦略を考える、自分のトレーニングするに丸々当てた。またなんか組織化して進めていきたいなみたいなことを思ってるじゃん。あ、そうですね。今の自分自身のパーソナルジムはそれこそ3名のスタッフでいて、一番もう全く現場に入ってないんですけど、で、来期自分自身は法人化させるんですけど、マスナルジムは他店舗展開。おー、すごい。エリアに特化してやるのが勝ち筋なんですか？ですね。パーソナルジムなので、ワンワンのこの、もう本当にこういう空間です。で、大手のジムになかなか行きにくい、恥ずかしいからとか、っていう人とかが、こう、お忍びできて、まあ、それの金額ですけど、でも体が変えられるんであれば、みたいな感じで来てて。で、もう、こう、店舗ビジネスなんで、完全に地域密着。例えば女性とか、まあ、めっちゃ太っててちょっと嫌だなとかそういう方が多かったです。ああ、そうっす。イメージはそうです。なるほど。多いのは40代50代の主婦さんとか。ああ、めちゃくちゃいいです。なるほど。そうですね。あの、エニタイム来たら見せたい大学生がいっぱいいますもん。そうです。そういうところにね、混ざれないじゃないですか。混ざれないですね。みんなも見てる人が多い鏡で。そういうことか。まあ、そのうちの一人が僕ですけど。気づらくしてなかなかそうですね。それも統合を潰してるというか、気づらくさせて、戦略的な。戦略的な。自分の期待の期待のこと。そうですね、なかなか差を感じちゃいますもんね。絞れてない自分と違う人たちがいる。立ち姿はポージングに見えてくる。気持ちなのです。ずっとこうだから。だんだんぶち上がってきましたが、最後のぶち上げポイントお願いします。はい。ぶち上がってます。多い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 、すごい。ベストボディジャパン日本一。日本一すごいですね。はい、日本一。ちょっと一個ずついきますか。ベストボディジャパン日本一からの日本代表。すげえ。オンラインジムをある人と一緒に立ち上げて、今手放してるんですけど動いてます。あとここまでがリクルートでの副業になったんですね。で、今はゴールビーという会社でキャリア事業の責任者として4月から新規事業を立ち上げていると、あと企業ですね、これから、まあほぼいろいろ今までやってた事業がそのまま事業になるっていう感じなんで、もう起業してるようなもんなんですけど、まあ、コーチング累計今300名ぐらいやってますね。で、セミナー今年バーいろいろやってるんですけど、これ2000名に対して今累計2000名累計2000名に対してですよね。キャリア系のセミナーをぶちまけてます。ぶちまけたら大丈夫ですね。ぶちまけたら大丈夫ですね。ぶち上げてます。大丈夫ですよ。とりあえずそう話したいことぶちまけてるわけです。と、これからキックボクサーになるためにご自身が、はい、わからんよ。始めていきます。あとは3年後タイに移住する。わー、決まってるんですよ。もう決まってます。まずベストボディジャパンっていうのはなんかいろいろ大会あるんだよね。うん、そうですね。JBBF、FWJ、ベストボディジャパンは BBJ って言われて、ボクシングでいう、まあ、その団体みたいな、その中の一つで日本チャンピオンになりました。
インスタすごいですもん。この間たまたまフォローいただいてみたらなんか本当にモデルみたいなのがいて、見たらあれこの人反省したなと思ってバキバキすごいですよね本当に。で当時リクルートのね、営業やりながらジムの経営しながら、うん、ソロイジャパンの準備しながらっていう感じですね。でも相当大変なんじゃないですか。なんか食事制限とか、筋トレとか、どういう努力をしたかというと、ああもうそれこそおっしゃる通り食事制限、トレーニングは1日2回とか、もう決めてその通りやるっていう感じだったんですけど、もう後半はエネルギーがないわけですよ。ミーティングも声ちっちゃいけど大丈夫っていうのが後半は1ヶ月とか、まあ、そんな中でもう絞って絞って4%ぐらいですね、体脂肪率。やば。普通にオリンピックアスリートとか 7%、8%から。絞りの境地で言えば、もう彼らより相当絞って。多分ここに画像出てると思うんですけど。どういうモチベーションでやってたんですか？フィットネスをみんなに届けていくのってめちゃくちゃいいな。それがあって、自分の会場は。1対1でやるではなく、もう授業としてちゃんとやろう。だから、テンポ考えこれでやりたいことは体を変えると心も変わるし、なんか人生全体にいい影響出るよねみたいなことがもっと多くの人に伝わればいいなっていう中で、それを自分自身がちゃんと体現できてるかどうか、なんか1位取りたいというよりもサラリーマンやりながら副業もやりながら、その中でもこの生き方も持ちながらもなんかもう一個チャレンジしてる、そんななんか生き様みたいなものをこうすごいぶちまけたかったんですよ。すごい合ってました。すごい合ってました。こんな生き方してるやつもいるぞとか、で、体を向き合っていくことが、このリクルートの仕事も、自分の副業も、より相乗効果があると。やっぱ健康っていいんですよね。パフォーマンス上がるんで、で対面するんであれば、中途半端だと説得力ないじゃないですか。だから1位です。ロジカル脳筋に見えてめちゃめちゃロジカル、じゃあそのとはいえリクルートが働いてる中で当時そのいわゆる何でしょう1年後3年後とかどういうふうなキャリア設計、あもうそのうちリクルートはもう絶対やめるやっぱりですね、パーソナルジムの事業をもっと大きくしていきたいっていうのが元々あったの で、でこの時はだから辞める1年前ぐらいですかね、からいろいろ準備が進めてた感じです。ちょうどタイミングよく移動したい先がリクルートにあって、でずっとそれ懇願してて、あの移動できなかったら僕もうまた成果出さないですみたいな交換条件を使いました。新しい私知ってるでしょ、その時期またあれやるよと。またあれやるよずるいですよねそんなただのこれ方ありましたわがままでいただきますただそれで、かなってカスタマーサクセスの立ち上げっていうところにジョインできて、もともと4人の組織だったんですけど1年で60人ぐらいの組織っていうところの、まあ、設計みたいな、やっぱこういうところは自分好きなんですね。でそういうのもやりながらこういうのもやりながらっていう、その流れで今やってることはこの中で言うとどれ？ゴールビーという会社でのキャリア事業責任者、と企業はまさに、次の1月から、ね、会社が、ほぼ始まってでコーチング、セミナー、ここら辺が今やってることですね。ここには書いてないですけど、実はあるスポーツの日本代表選手、男子のコーチングとプロデューサーをやったり、小中高に向けた教育っていうことも今少しずつやってて、塾の経営者とコラボしながら、大人になってからキャリアを考えるんじゃなくて、小さい頃から夢中を手放さず、自分のコア持って生きようぜみたいな文脈をぶちまける、子供たちぶちまける、子供たちにぶちまけるという今日、それはどういう基準でどういう優先順位で仕事を選んでくるかというと、なんかその起業する人って、まあ、起業一本に絞る人も多いと思いますで、ゴールビーみたいな会社も事業責任者兼ねるってめっちゃ大変、ある意味リソースの分散感も取れる、フォーカスした方がいいっていうことになりますね。これはどういう考え方で、自分はフォーカスしてる時よりもいろんなことを同時並行で、しかもかつその領域はさっき言ったら戦略を立ててるとか設計してるみたいな、そのフェーズ、そこをたくさん持ってる時が一番楽しい。もうただただこの感情、いや分かるかもしれないですねただ一個その戦略系のものをじゃフォーカスしましょうってなって、ある程度見えてきたらもう他ないじゃないですか。で見えてて見えてて0110ここら辺楽しいけど、その先がちょっと微妙だなみたいになった時の
これ持っちゃいけないんです僕。あ、自分がそのワクワクして仕事をするということをずっとキープするんで、うんうんうん、だからたくさんなんですよね、うん、なるほど。ただリソースは限界があるんで仲間が必要だから、うん、それぞれやることも仲間を作って、自分は設計側だけ動かして、うん、ここだけぶちまけてる状態が自分は一番楽しい、うん、だから多くの人は、まあ、結構言われるんですよ、フォーカスしないの、うんうん、しないです楽しんでって、うん、っていう感じですね。大きく分けると、まあ自分自身のこれからやられる企業の会社と、パーソナルトレーニングとゴール B っていう業務委託での事業責任者みたいな感じですか。あ、そうですね、うん、このパーソナルジムも、自分がこれからやっていく会社に入ってくるの、だから自分の会社でそれぞれ紐づく事業とゴール B が1個別である。そういうことですよね、うん、だゴール B っていうのが事業責任者って書いてるけど社員としてじゃなくて業務委託、いわゆる業務委託で、はい、ゴール B はみんな業務委託。そうですよね、もうすごいですよね、まあ、自分でも食っていける人ばっかりいるわけじゃないですか、自分の会社とかで、うん、何を求めてゴールビーに入ってこられるか、面白いことしたいとか、あ、普通に仲間と掲げてる部分が結構同じだったりするんで、うん、そこに一人じゃなくてみんなに向かったりとか、うん、ワンピースみたいな感じですだから僕自身は全ての人が自分の人生に誇りを持てるよという世界があって、うん、これはもう生まれてからそう、全員がそうなんですけど、そうなってない世の中があったりみたいなところに対してそんな世界を作っていきたい。ゴール B は全ての人に可能性がある。そうです、ね、うん、これ今後に目を向けるときに、まあこう島田としては、まあ向こう3年5年どういうことやっていくみたいな話もあるんだけど、うんうん、まず1年後みたいなところでいくと、まずこの立ち上げたキャリア事業が10億ぐらいの規模で着地したらすごくいいなと思ってて、うん、これコーチングかける転職支援みたいな文脈で結構世の中に大きな取り残せる感じかなと、うんうん、今は4月から立ち上げて2億弱ぐらいの規模になっていて、うんうん、まあここよりドライブかけるって感じで、1年後自分の会社もあるんで、自分の会社は合計で1億の状態になってたらすごくいいなと思ってます、うん、それぞれの事業が3000、3000、3000ぐらいかな、うん、会社として1億いってないとなんかマーケットに対しての存在価値そんなないよねみたいな、うん、個人的には思ってるんで、まあ、そこをちょっと1年で取りに来て、うん、で3年後には自分の会社は16、ゴールビア50、うんうん、タイは僕自身タイのハーフなんで、あ、そうなんですね、そう、そう、誰も知らないじゃないですかそれ知らなかったもん、ね、そう、なので、あ、タイのこと大好きなんで、うん、ね、HIS、JTB、あ、ここ PEB の方がいいかもしれないですけど、うん、それなりの忖度が含まれてるツアーしか組まないわけですよ、うん、全然美味しくないお店とかばっか組まれる、あ、そうなんですね、もう嫌で、あ、もっとタイはいい国だから、ちゃんとそのいいタイを日本に届けたい、タイ事業起こりそうなのかな、あ、まさにこの間9月タイ行って、うんうん、その観光系のことをやってる人と話しに行って、あの、ちょっと一緒にやらせてください、めちゃくちゃマルチですね、あ、各方面でちゃんとこう定量目標もありつつ定性的にやりたいものもありつつ、なんか明確っすね。じゃあ今だもう、そのぶち上がり曲線でいくと、もう最近はずっとずっと一時期こう来たところから、もうなんか、あれ天井あるみたいな。天井ないと思いますね。でもそこでやっぱり暗黒期の時に自分としっかり向き合って、自分のことを理解したから走れるって感じなんですね。本当に。どうなると自分が下がるかも理解してるし、うん、リクルート辞めた後すぐ、フィットネスベンチャーの取締役の話があって、3ヶ月、半年ぐらいかかったんですけど、うん、ちょっと違うなと思ってすぐ辞めたり、うんうん、こういう意思決定は、ね、結構たくさんしてます。ということで、ぶち上がりまくった回でしたが、最後にじゃあ一言、なんか視聴者の皆さんにメッセージいただきました。はい、皆さん、ぶち上げましょう、ぶち上げましょうやっぱりごめん、ややかぶっちゃった、ごめん、ビデ言っちゃったから申し訳ない、申し訳ない、本当にぶち上げてほしいです、うん、なんだろうな、ぶち上げの定義はもう人それぞれあっていい、うんうん、でも一言なんか噛み砕いた定義だとしたら、自分の人生に誇りを持ってもう一回同じ人生をやっていいと思えるぐらいの、うん、わあ、俺の人生いいな、うんうん、そんな人生を作ってほしいっていうのが打ち上げです、うんうん、でこれ人それぞれ別にいいんですよ、うん、何でもいい、どこ目指してもいい、でもやっぱりこうやって生きてる自分が好きで、うん、これ最高と、みんながそう思ってたら、それ見てる僕が一番ハッピーだと思います。だからこそ僕自身最近 YouTube 始めました。うん、この YouTube はもうテーマは島田隆典のぶち上げチャンネル、ね、うるさいんですよね、ぶち上げが。ぶち上げしか出てこないんですけど、ただ
本当に今言ったようなことをテーマにしたチャンネルにしています、うん、キャリアの話もそう、うん、こう私がと視聴者は男男性ですかね、うんうん、がもっともっとぶち上がる、うん、そんなチャンネルにしていきたいと思います。面白そう登録者にいますぜひじゃあ島田のチャンネルは概要欄に入っておきますので、島田孝則のぶち上げチャンネル、はい、チャンネル登録お願いします。ぶち上がりたいならそうですね、うん、ぜひ登録お願いします。ぶち上がりたいと思ってますか、うん、ぜひぶち上がると思うんじゃないかな、うん、いや、下がっていいや、登録しないわけないですもんね一旦でもみんな見に行く。そうなの、一旦多分来るのは来るで打ち上がって動画がはい、ということで現在特集でも無料で公式 LINE を展開しております、まあ、転職に役立つ情報だったりとか市場化診断なんかもできるので、ぜひ概要欄からこちらも登録お願いします。その中で無料でキャラ相談もできるので、ぜひぜひご利用ください。現在、募集を運営するユースプル株式会社でですね、正社員を積極採用中です。まあ、キャリア支援が好きな方とかですね、まあ、このフェーズで需要開発に関わりたい方は、ぜひぜひ、応募いただければと思います。あと、打ち上がりたい方もぜひ。そうですね。マスターです。大丈夫ですか、これで。本社っぽい。え、これ影響受けてる。それではまた皆さん、打ち上げましょう。See you next time! バイバイ。打ち上げ。打ち上げ。打ち上げ。今回、視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない。現職にモヤモヤしている。転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない。このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい。こういった思いや悩みを抱えている皆様は、ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。